こんばんは。今日も可愛いアイシャドウ何使ってる？今日はね、でもね、廃盤になってるかもしれないけど、今日はね、すぐ真似できるよ。今日はキャンメイクのやつと、あとマックのキラキラと、チューズハウスもちょっと入ってるかもしれないな。そんな感じ。うん。こんばんは。今日綺麗。嬉しい。今日だってね、おめかししてる。おめかししてるとか言って。うん。こんばんは。情報技術研さん、ハートありがとう。ピンク亀尾さん、ハートありがとう。キラキラありがとう、マチさん。さらに綺麗になったね。嬉しいです。皆さんありがとうございます。ナンさん、タコさんありがとう。ハトもありがとう。ねえ、リンリンさん何で発表されたんですか？あれはお手紙を見てびっくりした。うん、毎日綺麗。寝た。ゆうちゃん、ハトありがとう。今日はもうめちゃくちゃ髪可愛いんで見ててください。めっちゃ可愛いですよ。髪の毛見て。見える？可愛いでしょ。可愛いでしょ。みんな。見えた。あ、 X で、あ、じゃあ私が見たやつだ。手書きのメッセージね、見ました。髪色変わってない。髪色はもう色落ち。でもね、めっちゃいい。チョコレートブラウンになっててめっちゃいい感じですね。かわいい。可愛いですか？って感じ。色が白くて服も白で可愛さがさらに眩しい。なんて褒め言葉を。こんな感じ。トゥ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 。ね、かわいいよね。私もこの名前わかんない。全然わかんない名前なんて。名前わかんない。今ね、髪キシキシ、キシキシです。見ての通り。理由はですね、固めてるからです。うん、かわいいやろ。イエイ。今日はとってもかわいい。うん、そう、今日はやってもらった。うん、自分でできるわけないじゃないか。いや、頑張ったらできるかもしれんけど、自分でできない。プロの力ってやつで、お友達とお出かけした。そう、そうなの、そうなの。うん、自分でできたらめっちゃいいんですけどね。そのにはちょっとこんな技術はないので、プロの力お借りしてお友達とお出かけしました。めっちゃ固めてくれたから、めっちゃあれです。でも私、何気に美容室でヘアセットしてもらうの初かもしれない。いや、そうね、振袖着る成人式とかそういうのとお仕事の時を含めやったら初めてかもしれない。
ちぎお007さキラキラありがとう。そう、それでお友達と出かけてきました。これどうやってさやりよるちゃろうね。すごい。そう、ヘアメイクさんにしてもらったよ。なんか久しぶりにプロにやってもらった。やっぱプロは違うね。プロは違うね、やっぱり。なんかめっちゃいい香りするんですよ、その髪の毛。うん、スプレーがめっちゃいい香りした。めっちゃいい香りしますよ。大人っぽくていい、本当嬉しい。みんなもっと褒めて。じゃあウランがサロンのちゃん専用のプロに乗ってヘアメイクするね。任せたよ、助かる、うん、なんかそうコテの技術めっちゃすごいよね。なんかさ、やってもらってる途中の過程がめっちゃ可愛くて、もうそれでお出かけしたいってなりました。でも「えこれめっちゃ可愛い」って言ったら、あの「今の瞬間がいい」みたいな言ったら、なんなら全然まだ始まってもないよって言われて。プロってすごいですね。触覚はスプレーか何かで固めてる。これはうん、固まってますね。若干固まってます。うん、こうやって巻くのがいいんですね。ちょっと自分じゃできないね。おめかししました。そう、どこのスプレーなの？なんかピンクのカンカンに入ってた気がする。めっちゃいい香りでしたよ。うん、このヘアスタイルの名前知りたいわ。なんて言うんですかね、わかんないです。ギャルスさん、ハートありがとう。そう、今日はもうあのね今日はもうね、足が疲れちゃったから配信するか迷ったんですけど、どうしてもこの髪型を見せたくて配信しました。そう、どうやってお願いしたの？まずおろし紙か、優柔不断なんで、おろしかアップ系かも決められんくて、でもとりあえず巻きは入れたいから、あの巻きは入れたいですって言って、ま、最初巻いてもらって、でなんか最初ね、おろしの巻きでなんかちょっとアレンジしてもらおうって思って、そうやってお伝えしちゃって、あ、じゃあなんかアレンジするねって言ってくれて、でなんか巻いてもらってるうちに、なんか今日の服装になんかおろし、あんまりおろしとアップやったらアップの方が合うくないってなって、そうなんかちょっとアップしてもらっていいですかって言って、あのイメージとしてね、でいいよって言ってくれてやってもらって、そしたらなんか、あ、おろしてるよりこっちの方がいいやってなって決めたんですけど、でなんかいい感じにアレンジしてくださいって言ったら、そのうちゃんに合うようにアレンジするねって言ってくれて、やってくれました。そうそう、おけいちゃん、かわいい、ありがとう。そうそうそう、みんなに見てほしくて、そう、せっかくなんで配信しました。だってさ、こんな髪の毛かわいくしてもらったのにさ、ねえ、もうちょっと長い時間この髪型でいたいじゃんってなったら配信するしかないなって思って、そう、配信するかお風呂に入るかっていうあれだったら配信を選びました。髪型セットどれぐらいの時間かかったの？本当は30分寝てたけど、でも多分1時間弱くらいかな。そうね、50分40分から50分の間ぐらい
そんなかかってないか、40分ぐらいかな、40分ぐらいかもしれん。うん、そう、GOGH さん、ハートありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。うー、毎日あのヘアセット通いたい、そらの毎日通いたい、毎日通いたいけど、毎日毎日はお出かけしないもんな。日に日に可愛さ増してどんどん好きになっちゃうじゃんかって、困んないでよ。寝てますか？え、最近ね、最近7時間しか寝てないです。7時間も寝てるやないかってね。サーモンにとってはあの短いんです、7時間。そう、ストラドレイトさん、ハートありがとう、ありがとうね、嬉しいです。シノ結婚してってありがとう。毎日自分でヘアセットしてます、すごい。毎日自分でヘアセットできるのはもう、うらやましいですね。そう、何時から始めましたっけ、何時間、うらやましい、うらやましいですか、7時間全然ですよ。うん、9時間寝たい人なので。うん、パーマかけてんのね、いいね。自身です。セットできる髪型の種類ってどれぐらいあるの？え、私そんなない。もうストレートかポニーテールかツインテールか巻き下ろしかクルリンパくらい。全然できないですね。え、2時間しか寝てないのやばいって本当に。寝な寝な、うん、あ、ハーフアップもできるわ、うん、まあ動画とか見たらできるんですけどね。でもなんかやってもらう方が好き、うん、確実に可愛くなれるじゃん。でも自分でこんぐらい可愛くなれたらいいよね、修行だね。え、ちょっと言い訳させてください。サーモンさん、あの巻く練習とかしたいんですけど、あのでたまにするやんか。でも、これ以上したらさって思って、これ以上したら髪痛むやんって思ってやめちゃうんですよ、いつも。ダメですね。トラトーさん、テンありがとう。打ち上げさん、ハートありがとう。ソウスイさん、ラブレターありがとうね。自分でセットしてちゃんと整えてからお話し会いきます、えらい。打ち上げさん、ハートありがとう。まあまあまあ、カジトさん、ハートありがとう。まあ、巻くとね絶対痛めますからね、しかも染めてるしね。しんゆちゃんがさ、髪の毛ダブルカラーで染めたらめっちゃ痛んだって言ってた、うん、めっちゃ痛んだって今日言ってました。でもなんかめっちゃやっぱ色が入るらしくて、
でもなんか1週間ぐらいで落ちるって言ってた。外羽ね、外羽でも可愛くない？外羽私好きだよ。うん、内巻きより外巻き、うん、外羽が好き。うん、かわいいっしょ、みんな大人っぽくない？なんかさ、中途半端な長さだからめっちゃキュインって外羽になっちゃうの。キュイン、かわいいね。キュイン、そのキュインとか言いたい。キュインとか言いたいわ。使うわ。髪型最高、顔最高、サーノン最高、イエイイエイイエイ。ありがとうございます、染めてくれて、イエイ。うんダメ。あいよー。明日もそのヘアスタイルでお願いします。明日もじゃあ美容室行かなきゃじゃん。行きません。キュインって口で絶対言わないよって言ってるかと思った。今日体調悪くて仕事休んだけど今はめっちゃ元気。よかった、よかったよ。元気が一番です。ゆうちゃん天ありがとね。嬉しい、嬉しいです。横顔左の方が綺麗です。こっち多分前髪がねあるからこっちだね。ドド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 ドン。もう寝よっかって、え、そんなこと言っていいと思ってる？ダメだよね。うんうんうん、ダメですね。まだ寝ちゃダメですね。だってソロのまだまだまだ話してるじゃん。お疲れ様んごー。宮崎県のテーマソングどんな曲？ちょっと歌って。じゃあ寝る。え、聞いてた？私の話。聞いてた？寝ちゃダメだよまだ。うん。どんな歌？日向の真ん中で歌おう、毎日が冒険の旅、なんでもない石ころも宝物に変わる、君と一緒ならば。これはなんかテレビでよく聞く宮崎の曲。うん、あ、日向ねねねね、うーってやつ。チャチャラチャ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 ラチャ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 、違うか。
に豆というか水ぶくれ2つもできたんだから、めっちゃ痛そうね。サラモン、それで言うとさ、めっちゃお膝刺されてるんですよ。足めっちゃ刺されてて、なんかここ数日めっちゃ痒いんですよね。何ですかねこれ。点々としてるわ、めちゃくちゃ。めっちゃ痒い。これ治んないのかな。なんかさ、左足しかなかったのに右足にもできちゃって。フォロワー早く1000人超えてほしい。みんなさん、あの、言っといてください、お友達に。そうなんだ、ルーム新しくなったんだよって。そう、前のアカウント6000何ぼ7000弱いてくれたので、そう、戻さなきゃ。みんな呼んできて。さんさんさん集まって、ひなた、うう、わかんない、全然わかんないよ。ニセハチさん、こんばんは。うんうんうん、目標は1万人よ。1万人、本当に1万人になったらすごい嬉しい。 SNS のフォロワー1万人したいんですよ。そう、奇跡、合ってた。え、嘘や、ちょっと待って。さんさんさん集まって、ひんなた、うん、絶対違うやろ、絶対違うやろ。三三三、あ、え、三三三やない？違う？三三三やったら聞いたこと。三三三集まってひなた、うん、いや、集まってはちょっと聞いたことないかもしれない。三三三、ふふふふふふふ、うん、え、それさ、よくある曲かもしれない、もしかしたら。なんかの番組の歌ですよ、それ。なんかの、うん、本当になんかの番組の曲だよ、宮崎の。ちょっとわかんない。学びたいかなんかかな。ガチで眠すぎて我慢してる。おお、偉い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 。明日もそこそこの早起きなんで。寝よう、それは。そう、学びたいの音楽やったかな。そう、そうそうそう。で、今日はカー君ですみたいな。カー君なんちゃらのポーズって言って、なんかあの、何、その日の担当キャラクターがなんかポーズ取るんですよ。そう、そう、あの、髪型変わったし、髪の毛染めたの。髪の毛はね、残念ながら染めてないです。そう、でも髪の毛染めたのって聞いてくれるってことはさ、色落ちめっちゃいいってことよね。褒め言葉です。とてもなんか天使の輪っかあるわ、嬉しい。ここ見える、天使の輪。みんなは今日何してました？さんはお出かけです、お出かけです。めっちゃ美味しいご飯食べた。チキン南蛮美味しかった。チキン南蛮めっちゃが、チキン南蛮めっちゃ美味しかった。うん、フルーツも美味しかった。うん、キウイめっちゃ甘くて、ぶどうも美味しかったし。ゆうちゃんハートありがとう。まごころさんハートありがとう。天使の輪っかあるよね、嬉しい。うん、小倉のチキン南蛮じゃない、全然違う。うん、めっちゃ美味しかったです。うん、
最近食べたお料理の中で一番美味しかった、うん、感動した。肉がめっちゃ柔らかくて、お肉がね、なんかね、全部ね、味が絶妙でね、私好みでしたね。美味しかったです。そう、いろんなお料理食べた。うん、ヒューガナッツジュースもめっちゃ美味しかったですし、グーって感じ。うん、フルーツもめっちゃ美味しかった。刺身も美味しかった。うん、あ、そう、地鶏食べたかったな。地鶏食べなかったな。地鶏食べたかった。なんかいい香りしたんですけどね、地鶏の。そう、なんか、バイキングみたいな感じで、そう、でも地鶏取んなかったな。なんかね、ちょうど地鶏が全部なくなってて、その時新しいやつがちょうど来たんですけど、取れなかったや。今日のサーロンのメイクいつもと違ってると思う？あ、メイク？メイクもね、いつもと違うんだよね。そう、よくわかったね。メイクもいつもと違うよ。うん、確かに違うね。今日はなんか大人っぽいメイクしてるかも。綺麗め。サーノンってヤッホー、ヤッホーでーす、ね、このネックレス結構シンプルで良くないですか。ポンって石みたいな、あくびがまするとこうなるよね。なんでそんなね、おめかししたと。お出かけに行ったからです。しんゆちゃんと出かけに行ったからです。そう、そう、今日は今日はなんかしんゆちゃんと、あの、きっちりしたお店に行ったので、おめかしした。うまがせね、いいよね。いつも可愛いけど綺麗さもアップした。え、褒め言葉嬉しい。ゆうちゃんハートありがとう。ドレスコードないですよ。ない、ないっていうか、ないっていうかさ、まあ大体さ、わかるじゃないですか。呼ばれてない、だって二人だもん。親友ちゃんと二人だもん。呼ばないさ。見て。インスタにさ、いっぱい写真載せてほしいって、動画に使いたい写真ネタ切れになっちゃいそう。了解しました。いっぱいさ、載せてない写真あるんですよね。そう、もうアンポンタンかもしんない。なんか投稿するの遅くなっちゃう。本当に本当に、だって全然1年前でも載っけてない写真とかある。うん、ちょっとアンポンタンなので、
許してください。全然ある。なんならいつも載せれるのは数ヶ月前の写真とかになっちゃったりするんですよ。そう、インスタに載せる写真選ぶのにめちゃくちゃ時間かかる。今日の動画はキコも1時間半でお作りしました。すごくない？え、待って、サーモンやったら1日かかる。あれだってまずやり方わからんもん、作り方がわからんから。そうそう、本当にすごいと思う。ありがとう、ほいちさん、ハートありがとう。保存したいんだよね。なんかさ、保存できないじゃん。そう、画面録画ができるけどさ、そう。送ってぜひ。皆さん今日も一日。ちょっと待って。皆さん今日も一日急に皆さん今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯した？みんな乾杯した？乾杯してくれた？乾杯してくれたかな、みんな。急すぎてついていけない。そう、これお家に5分ぐらいあって賞味期限迫ってるのでたくさん飲みます。こちらはちなみに11月9日までです。あと2日です。多分11月9日期限のがめっちゃあると思うから頑張って飲みますよ。これさ、期限がさあんまないじゃないですか。そんな長くないやん。だからね、いっぱい買ってもほぼ同じ日にちになっちゃうよね。皆さん今喋ってる間に準備しましたか？もう一度いきます。皆さん今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うん、卒業してから、確かに AKB 卒業してから自撮りする頻度めっちゃ減ったわ。うん、減ったと思うね。もう半分くらい飲んだかもしれない。半分も飲んでないか。乾杯してくれた？炭酸水片手に乾杯したよ、ちゃんと。お、えらい。高千穂牧場さんか西日本楽の共同さん。確かに南日本だった。確かにさ、牧場みたいな CM 出たい。さ、私この CM やりたい。高千穂牧場のこのシリーズめっちゃ好きやから、ちょっと誰かお願い頼んでて。あ、サンサンサン A も好き。みんなのジュース、うん、飲み物の CM 出てみたい。ワイン用意したけど間に合わなかった。全然いいですよ。今日もお疲れ様でした。乾杯。なんかさ、関東に売ってるのかよく分かんなくなってきたから調べる。多分売ってると思うな。どうだろう。スコールね、美味しいよね。スコールもいいな。スコールもいいね。なんか私の好きなドリンクの、うん、出てみたいね、うん、スコールいいな。美味しい。
CM。 そう、高千穂牧場。高千穂牧場のね、名前ララだったかな、あ、ラナやったっけ、あのヤギがめっちゃ可愛い、小ヤギめっちゃ可愛いですよ、遊びに行って。高千穂牧場のカフェオレなら今日飲んだ。もうお揃い、嬉しい。マングースさん、天ありがとう。スコールのマンゴー味好きです。おー、いいですね。サノはスタンダードなスコールが一番好きですね。アイナスコール、スコール美味しいよね。スコールのいいところ、スコールのいいところ言っていいですか、ズバリ。それは酸が抜けても、炭酸が抜けても美味しいところです。っていうのもね、スコールはスコールウォーターも売ってるんですよ。だから酸が抜けても美味しいんです。そう、なんかさ、コーラとかさ、コカ・コーラとかってさ、とか他のなんかファンタグレープとかってなんかさ、酸抜けたら、あ、残念、なんかもう砂糖水みたいなさ、もうバイバイ しようみたいな味になるじゃん。でもそれがないんですよ、スコールは。だから神ですね。ゆうちゃんハートありがとう。あ、わさぴさん、どうもどうも。カラスのかあこさん、キラキラありがとう。E657 計算ありがとう。花束は嬉しいよ。酸が抜ける以外にさ、なんて言えばいいじゃん。そう、だからあの本当に炭酸飲みたい時はスコール買うのがおすすめです。はい、そう、置いてても酸抜けにく、まあそうね、他よりちょっとこれより発動します。そう、酸が抜けても美味しいんですよ、とにかくとっても美味しいです。一瞬ですがお顔が見れたのでショートしてきます。ダメですよ。どうもどうも。私は奇跡的に大学に行ってたヨーグルト恋してるって、あれ美味しすぎたね。ヨーグルトめっちゃ美味しいよね。好きです、ヨーグルト。そういえばもうすぐあれですね、もうすぐ学ぶんです。忘れたけど、何でもないです、何でもないです。ピット最高って言いました、言ってません、ダンブダンブって言いました。スコールしてから、スコールってか分かる、スコールね、美味しい。もう販売予定ないんだってって。あ、デナショップ行くしかない。あ、デナショップ行くしかない。そう、さよなら。わお、炭酸作るの買ったけどあまり強くない。あ、炭酸作る機械、そう、たまにこんなん今年ね、ヒューガラツコーチ買うよ。ヒューガラツコーチはね、めっちゃ美味しいですよ。ヒューガラツコーチは、パパのお気に入りのドリンクで、そう、パ
パのお気に入りのドリンクで、この間ね、なんか飲み物買ってきてって言われて、そうおばあとドライブしてる時に飲み物買ってきてって言われて、ヒョウガナツ紅茶でいいって言って、そう何がいい、ヒョウガナツ紅茶ねって、そう私が言って、聞いときながら自分で答えて、私がで、ヒョウガナツ紅茶を買っていこうと思ったら、パパに買おうと思ったら、ヒョウガナツ紅茶がなくなってて、なくなっててというか、なくて買えませんでした。だから、あのミルクティー飲んでた。ゆうちゃん、ハートありがとう。そう。リオンさん、嬉しい、ありがとうございます、来てくれて。イオン九州で愛のスコール紙バナナ出た。そうなの、ちょっとそれは紙バナナは興味ないですね。そうなの、買う確率ゼロ。バナナ大嫌い。いや、バナナ大嫌いでもないけど、あの一部を除いて、バナナ、あのこんなね、東京バナナとか親戚のおばちゃんが作るバナナケーキとか好きやったけど、バナナオムレットとかも好きやけど、でもバナナは好きじゃないでしょ。カイさん、タクさんありがとう。九州限定ね、なんででもバナナ、南国、そういうこと。バナナ、お家によくバナナがあるんですけど、そのバナナ食べないので、そう、家族はバナナめっちゃ食べますね。パパはレッドバナナが好きやから、ミミがバナナ切ってラップに包んで、一口サイズのバナナを袋に大量に入れて冷凍庫に眠らせてます。なんかバナナって皮がさ黒くなったらさ、なんか中身が甘くなるじゃないですか。だからさ、なんかいつも緑色のバナナ買って、冷蔵庫に入れて、なんか黒くなるまでなったりしてる。サンダー食べないんですけどね。全然食べない。バナナはね、食べませんよ、サンダー。一応バナナアレルギーなんですよね。バナナ嫌い。だから言うとかなくて、そう。バナナアレルギー。別に痒くなるとか全然ないって言うけど、全然アレルギーなの出たことないけど、そう、血液検査的にはバナナアレルギー、一応ね。そんなとってもすごいアレルギーじゃないけど。磯風さん、こんばんは。そうだから、めっちゃ奇遇っていうのか、そうそう、バナナ嫌い。トガチンさん、磯風さん、ハートありがとう。やばい、刺されちゃうとこがめっちゃ痒いです。でもなんかいじったらさ、音になりそう。うらんちゃん、ハートありがとう。めっちゃ痛いよ。いや、何刺されたか、いまいち分からんけどね。何なんですかね。え、なんか一回ちょっと暑い日にロングブーツ履いたらこうなったんですよ。もう、かゆい。でもね、どう考えても、ロングブーツに当たるところじゃないんですよ。最初はなんか暑い日にロングブーツ履いたから、なんか蒸してかゆいのできちゃったかなって思ったけど、それはなんか下の方だけで、
お膝は関係ないやないかって感じですよね。うらちゃんハットありがとう。毛虫？え？毛虫は絶対ないよ。毛虫は絶対ないと思うけど、とにかくね、点々がいっぱいある。今足点々が大量にある。え、もうさ、右のお膝だけにさ、4つあるんですよ。で、左の膝が2つ。じゃあ、なんかお腹の辺で1つ。もうめっちゃ点々ある。サソリ？サソリ？サソリ？サソリって言うんだっけ？かゆいけどいじんないようにしないと後になっちゃう。でもかゆいよ。でもわかんない。草むらとか行った記憶ないですね。ないですね。ないです。ないないない。草むらやろ。ないですね。でも暑い日にロングブーツ履いて脱いだらめっちゃ赤くなってたんですよ。でもその後からなんだよね。でもさ、この足膝から下は。ロングブーツって感じするけどさ、もうせいみたいな。膝は絶対違う。膝までロングブーツないもん。まあでもほったらかしてどうにか楽しますね。トカチンさん、メロディありがとう。嬉しい。ロングブーツに牛いた。ちょっと待って、それは…わかんないな。でもさ、ロングブーツ履いてるとき何も感じなかったんだよね。いやでもさ、膝はさだと近くない？何なんだこれは。気になる。ちなんかすごく眠くなってきたぞ。眠たくなってきた。昨日はスマホを握りしめながら眠くて目を閉じ上げてました。薬品にかぶれた。寝そうになってね。あ、ちゃんと目覚ましかけて寝なきゃって思って、ちゃんと電気消して寝たんですけど、今寝ていいよと言ったらもう10秒で寝れる。自信ある。ハブさん、手ありがとう。今朝も早起きの
朝は早起きではないけど、今朝はただ単に昨日の夜寝るのがめっちゃ遅くて、よかった。昨日何も遅かった。昨日調べ物とかいろいろやってたらめちゃくちゃ時間かかっちゃって。ソーシーさんだ、嬉しい、キャンディありがとう。夜勤中かな。もうね、でもこれかれこれね3日目ぐらいなんよね。なんか日に日にさ、なんか増えてる気がするんですけど、増えてないですかね。右足だけやったのに左足にこの方がめっちゃいっぱい。うん、眠くなってきたね。みんなも眠いんじゃない。そうでもない。そうそう、終わる？そうそう、終わる？じゃあ、そろそろランキング読んでいこうか。え、待って待って、配信ルームのショールームランク B1 まで来たねって。まあね、待って待って待って、カラオケ配信何かできるの？ランク上げてこう。ランク上げてできること増やしたい。みんな頑張ろう。あ、B1 の下は何？ B4？ じゃあ B1 から上がっていくってこと？ B1、 B2、 B3 みたいな感じ。B4？ じゃあ A になったらめっちゃできること増えそう。 A 何ができる？ A、 A くらいになりたいね。カイさん、ありがとう。 A くらいになったらなんかいっぱいできそうやない？配信いっぱいやってギフト投げてもらって総合的な点数を上げていかないといけないとか、そういうのがあるんですね。じゃあ皆さんいっぱい見に来てください。ゆうちゃん、ハートありがとう。単純な疑問なんだけど、うん、何？一般配信って、うん、タワー投げたらどうなるんだろうって。いつもと同じ感じなのかなって。いつもと同じ感じってここにタワーが立つかってこと？そういうこと？トカチンさん、お花ありがとう。B1、B2、B3、B4 だから。じゃあ B4 まで行ったらカラオケってこと？ A に行ったら何ができる？じゃあさ、まず B、 まず B、 まず B クリアしたいね。フリー枠も多分一緒だって。一緒らしい。うん、あ、そういうこと？変わんないよ、全然変わんない。うん、ランクの定員があるっぽくて B1 から、で、定員なんてあるの？ B1 から B、 B5 から B1 は300名。300名？それは誰でもいけそう。うん、人数はね。A5 から A1 は60名。お、かなり、かなり絞られるじゃん。じゃあさ、60名になりたい。選抜みたいな。S5、S1 は30名。めっちゃすごい希少。SS5 から S1、待って、どんくらいあるんですか？それすごいね。ランク付け。
10名すごいじゃん。 B4 になれば下がることはあります。え、一生下がることない？もうずっと B4？ B4 から上がるしかないってこと？そういうこと？なんか月であれされたりする？日々の配信とかイベントの積み重ねでランク変わるのと。そうなんだ。じゃあみんな一緒にランク上げていきましょう。できることを増やしたいですね。でカラオケ配信できないことにびっくりしました。だからカラオケは B… あ、一回 B4 になればずっと B… ん？ずっとカラオケ配信できるってこと？そういうこと？え、なんかさ、え、じゃあさ、今月もし B4 だとしてさ、来月 B4 じゃなかったとしたらさ、どうなるんですか？あ、B4 から落ちることはないってこと？そういうことか。もう B5、B6、B7 とかになっていくってこと？カラオケ見たいよね、そうだよね、カラオケしたいよね。だって、歌える曲増えますよね。ね、何でも歌えるってことやろ？カラオケしたいじゃん。すごいシステム、すごいシステム。落ちることはないんだ、あとは上がるだけ。え、なんかリセットみたいなのないんですか？じゃあ月でリセットみたいな、そういうこと？みんなじゃあ一緒に頑張りましょう。頑張りましょう頑張りましょう。ポイントでランクが上がるだけ。なるほど。じゃあみんないっぱいコメントしてくださいね。え、コメントの数とかも大事ってことでしょ？みんないっぱい遊びに来てください。カラオケしましょう。SS5 から B5 に配属されたランクは毎日月1日0時にポイントが一定までリセットする。 SS5 から B5 にランクする。配属されたランクは毎月1日0時にポイントが一定値までリセットされる。あ、じゃあやっぱそうだ、真心さんの言う通りだ。じゃあカラオケできるランクから下がることはないってことね。一つずつできること増やしていきたい、うん、本日アンの配信復帰記念飲み会開催でたらふく飲んでしまってます。嬉しい。お友達と？いいね。いいね。何杯？今日は何杯？あ、ほんと？ B4 まで時間はかからない。今なんだっけ？今なんて言ってましたっけ？これ自分じゃ見れないんですか、ランクって。見れないね、配信中。見れないんだ。みんなには見えてるの？ランク、今。プロフィールのところに書いてある。プロフィールでどこだ？プロフィールってどこ？見れないんですね。じゃあサウナには見えてないんだ、きっと。今ビーチ了解。12杯、やばいぞ。もうベロベロやろ、ベロンベロンやろ。もうちゃんと
ちゃんと気をつけて帰ってね。お水12杯飲んでね。サーモンはあのお酒一杯につき、あの飲むときね、お水一杯を飲むようにしてる。じゃないとね、頭痛くなっちゃう。12杯お水飲めんね。一応1時間ありがとう。磯風さん、レインボー、スター、ありがとう、嬉しい。配信で得られる優勝ポイント、ショールームポイント、イベント参加加算されるイベントボーナス。あ、じゃあイベントに参加した方がいいってことかも。磯風さん、ありがとう、かわいい、ありがとう。水も飲みながら、あ、最高、偉いじゃん、めっちゃ偉いじゃん、めっちゃ偉い、思ってるより偉い。お水飲んでないかと思った。偉い、ちゃんとお水も飲んでるんですね。安心しました、とっても安心した。ウイスキー飲んだ後の多い水は大切です。ウイスキーってめっちゃ強いっちゃろ、ね。AKB 公式アカウントの時は関係しなかった、ランク関係勉強しなきゃって。ほんとだね、むずいね、むずいね。確かにカラオケできるには、カラオケするには何ランクみたいなあるってことやもんな。難しい勉強だ。こいつさん、ハートありがとう。しようね、何でも歌っていいんですよね。それ知りたい。何でもいいんだよね、誰の曲でも歌えたりするかも、A ランクとかできる曲いっぱいになるとかあるのか。入ってる曲は OK。 じゃあ何でも歌えるね、何でも歌えるね。その歌える曲あるかなって感じだけど、でも何でも気にせずに歌えるんですよね。楽しみだ、楽しみだ。ゆうちゃん、ハートありがとう。何でも自由、いいね。なんかそう、これまではやっぱ縛りがねどうしてもあったからね、楽しみだね。なんか新鮮な気持ちになりそう。他のアーティストさんのさ、曲歌うの猫舌ショールーム以外なかったから。最近さ、どんな曲聴いてるの？最近はオレンジレンジさんとかめっちゃ聴くし、あとはでもね、ミセスグリアンプルさんがやっぱ好きなんですよね。そうなんですよ。あと何聴くっけね、何聞くかな。でもね、一回ね、君にお気に入りになるとそれしかさ聞かないんですよ、一定期間ね。ね、ミセスグリーンアップルさん、いいよ、一回生で見たことあって、めっちゃね、でもそれ全然ミセスウィリアップルさんが M ステとか出る前やったから、なんかレア、あれのレア今のこと。あ、そう、リファさんの春風はね、もう発行ですよね。でもね、数曲歌った後やないとね、うまく歌えないっていうか、ちゃんと歌えない、高いから、キー
ミスターチルドレンの曲聴きますかって。ミスチルさんは花火が好き。コードブルーの主題歌。一体どんな理想を描いたらいい。どんな人を描き進んだらいい。答えよう。その問いかけは日常に生まれて。演歌とか歌ったことはない。ないですね。全然ないです。サウシー、サウシー、サウシーって何ですか？サウシーって何？シンデレラボイ十字を回ってみたいなやつ。サウシードックっていうんですか。絶対ね、それシンデレラボイの曲しかわかんないわ。タタタラララ、大嫌いみたいなやつ。シシャモ、シシャモさん。ダンダ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 ンダ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 ン。それしかわかんない。ダンダダン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 。明日もだね。続き歌ってくれて嬉しいよ。明日もだ、それだ。明日もしかわかんない。ゆうちゃん、ありがとう。メロディでもなんか聞いたらさ、あ、この曲も知ってるわみたいな曲多分あるっちゃうけど、ね、なかなか、じゃあみんなそろそろさ、ランキング読んでいきたいと思う。あちゃんショールームでやってるイベントに出たいとかあるの？そういうのさ、イベント出たいんですけど、どれに、なんかさ、もうね、始まっちゃってるイベントとかも全然あるんですよ。さっきのね、イベントのページ見てた。どんなイベントがいいかなって思って。でもなんか、もうね、イベントスタートしてるやつが、それで迷ってた。とりあえずなんか、なんか大々的に出れる系がいい。アバターを作る、作れるイベントみたいな。確かにそれもいい。何かチャンスをつかめるやつがいいですね、せっかくだったら。ピンク亀田さん、くむちゃん、ありがとう。チャンスをつかめるイベントがいいですね。大きなチャンス。ピンク亀田さん、ペアありがとう。なんかさ、ランウェイ歩けるやつがあったんですよ。それ参加したいなって思ったんだけどさ、なんだっけ、地域限定だったんですよ。三重とかそこら辺に住んでる方限
限定みたいな感じで諦めた。ピンクカムラさん、ダールマさん、ありがとう。あ、そう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 、テレビ出演とかさ、商品のイメージキャラクターあるよね。そう、ラーメンのやつはね、人間のやつ、なんかさ、いい感じのやつあったら教えてほしい。でもなんかね、他ね、あったんですけどね、オリジナルアクスタ作成競争、え、そんなイベントあった？磯風さん、ハートありがとう。トカチンさん、キラキラありがとうね。よし、みんなそろそろさ、ランキング読んでいきたいと思います。11時10分になっちゃった。本当に髪の毛がいい香りする。なんか甘い香りがする。よし、決めますね。13位は小市さん、ありがとうございます。12位はギャレスさん、ありがとうございます。11位はシノ、ありがとうございます。10位はハブさん、ありがとうございます。9位はマンゴースさん、ありがとうございます。8位はカラスのカコさん、ありがとうございます。7位はなあっとマークサちゃん、愛しい、大好き、ありがとう。6位はカイさん、ありがとうございます。5位はソウスイさん、ありがとうございます。4位はトカチンさん、ありがとうございます。3位はイソカズさん、ありがとうございます。2位はオケちゃん、ありがとうございます。そして1位はユウちゃんでした。ありがとう、ありがとう。はい、今日もね、見てくださってありがとうございました。もう一回スクショ、しょうがないな。いいよ、今日は髪が可愛いから特別ね。はい、行きます。はい、終わりということで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。お風呂に入ってゆっくり、ふー休んでください。明日はもしできたら、まあお昼とか夕方ぐらいの時間帯にやってみようかな。もしできたらまた連絡するので、明日は早めの時間にやろうかななんて思ってます。なっちゃんです、ありがとう、見に来てくれて。ということで皆さん、またファンルームの方を覗いてくださったら嬉しいです。ファンルームの方に書きます。そしてこのルーム新しくなったよっていう風にみんなに伝えてください。いますって、ありがとう。ということで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。ではせーの、空のじゃんけんじゃんけんぶ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 ん、みんなありがとう。私も配信者なんですけど、まだ初心者でポンコツなんですけど、仲良くしてくださいって。え、なっちゃんさん、ありがとうございます、嬉しいです。そう、AKB48を卒業して、そうなんです、配信はね1週間前ぐらいにまた再開したんですよ。でもこのさ、枠を動かしたいよね、本当に。じゃあみんな
今日も一日お疲れ様でした。それではおやすみなさい。バイバイみんな。またねー。ありがとうねー。